地方2026年ワールドカップまでに遠藤航の後継者が必要、代役は鎌田大地で OK？ 26年までには遠藤の代わりが必要だから、鎌田も候補になればいいと思うよ。チマとか若手使えばええやん、世代交代しようぜ。チマも守備弱いタイプだから介護官でしかない。伊藤敦樹は今何してるんかね？あの後調子悪くて呼ばれなくなったな、森保監督が試合見てもっとこうしてほしいとか苦言呈してた記事が出てた。佐野回収。佐野、最低点マインツ佐野回収にチーム最低タイの辛口評価、ブレイメン戦でのパフォーマンスに地元市監督の戦術指示を本当に理解できているのか？佐野、やらかすマインツ佐野回収、見せ場作れず敵陣でのプレス、軽くカウンターから決勝点許す。今の時代に海外に行くサッカー選手で言葉喋れません、勉強してませんは信じられない。反町が協会去る際のまとめにネクスト遠藤が日本中探しても見つからないとか記してたな、今いる代表の選手じゃ無理なんだろう。松木や佐野広大は無理なの？松木は一つ前のポジ、でプマは代表は永久に無理だろ。弟だから。遠藤の代わりに鎌田はない、守備がひどすぎる。鎌田は大事な試合でも平気で気まぐれにプレイして守備サボったりしない？うまさはあるんだろうけど頼もしさには欠けるように感じる。ちょっと前はチマで確定みたいな雰囲気だったけど今チームでどうなんだろうな、トトロはボロボロみたいだけど。